こんにちは。先日公園でテレビ取材をしている人たちがいて、僕の元にもこんな平日の昼間から何をやっているんですかと確信をつくインタビューをしてきたので、それなら全部見せるしかねえなと僕は満を持して履いていたブリーフを脱ぐとさっと裏返し、これで分かったかと見せつけると、あ、ちょっとよくわかんねっすとアナウンサーは言い残し去っていきました。撮れ高ゼロチューバー切り出す。今日は何はい、ということで今回は過激すぎる漫画が原作のドラマ、差別用語まみれの特撮ドラマ、男女の絡みが描かれた生々しいドラマなど、放送禁止になった危険すぎるドラマを5作品ほどご紹介していきたいと思います。では行く。多数のスポンサーに逃げられたドラマ、ゼニゲバ。ゼニゲバは1970年代に漫画家のジョージ秋山さんによって描かれた少年漫画を原作として、2009年に毎週土曜日夜9時から放送されていたテレビドラマです。まずゼニゲバの原作では、舞台となる1970年代の日本で、世の中ゼニが力全てであると信じている主人公蒲郡風太郎が、金銭のために殺人を繰り返したり、大企業の社長とその家族を死に追い込み、企業を乗っ取る陰惨極まりない様子が描かれています。ちなみに僕も世の中お金が全て派なので、常に札束でビンタされた跡が体中に残っています。そしてドラマ版のゼニゲバのストーリーの舞台は、社会的格差が問題視されていた2009年の日本に置き換えられた上、ドラマのオリジナルキャラクターも多数採用されており、物語では架空の企業三国造船の派遣社員として勤務しつつ、金銭に対する強い執着心を持っている風太郎が三国造船を乗っ取るために殺人を繰り返すスリリングな展開が見られます。しかしこのドラマは9話の放送を最後に打ち切られてしまいました。その理由は定かではありませんが、一説によると当時このドラマは同時期に放送されていたドラマと比べ極めて視聴率が低かった上に、当時の視聴者からドラマの暗くて陰惨な空気やストーリー内で採用されている過激なシーンは夜9時に放送するドラマとしてふさわしくないというクレームが相次いだからではないかと言われています。またドラマを支えていた複数の企業がストーリーで見られる派遣切りなどといった描写に悪意を感じ、スポンサーを降りてしまったことも原因なのではないかと考えられています。そのためこのドラマの放送を続けることは難しく、打ち切りにせざるを得なかったのではないかと言われています。また打ち切りの予想としては、土曜日夕方放送の名探偵コナンでアガサ博士の推し活をする人が莫大に増えたことが主要な原因ではないかと予想している人はいない。危険なお薬に全てを狂わされたドラマ、一つ屋根の下。一つ屋根の下は1993年に放送されたドラマで、ストーリーは自身のアキレス腱をぶっ壊したことを理由に引退した元マラソン選手の主人公柏木達也が、ある時出会った通訳の仕事をしている女性榊千鶴と結婚することを決め、生計を立てるためにクリーニング店を開く場面から始まります。それから達也は自身の結婚を伝えるために7年間連絡を取っていなかった6人の兄弟を訪ね歩くのですが、妹にあたる女性柏木小雪を除く人たちからは、所持していたナイフの切っ先を突きつけられる、近くにあった酒を浴びせられるなどと強烈に拒絶されます。しかし達也の兄弟たちは話を追うごとに達也に理解を示すようになり、やがて達也と同じ家で暮らし始め、互いに絆を深めていくことになります。また兄弟のところに、どうした、話聞こかとか言いながらキリン仮面の全裸男がこたつに転がり込んでくるシーンがあったらしいですが、センシティブな理由でカットになったとか。なお当時はドラマの一つの回の視聴率が 10% を超えれば成功とみなされていたのですが、一つ屋根の下の第1話の視聴率は 19.5%、 それ以降の話は 20% と高視聴率を達成し、1997年に放送された続編のパート2の視聴率も高水準をキープしていました。ところが2001年に柏木和也の役を演じていた俳優の石田一生さんが危険なお薬を所持していた罪で逮捕されて有罪判決を受けてしまいます。またそれだけではなく、2009年にも柏木小雪の役を演じていた女優の酒井紀子さんが危険なお薬を所持したまま逃走し、後に逮捕されてしまったため、一つ屋根の下は現在テレビに放送することはほぼ不可能であると言われています。もしかすると屋根裏と軒下にタシロスが2体いたからこのような結果になったのかもしれませんね。タシロスが1体見つかればタシロスは50体いると言われているからね。深夜な差別意識向き出しのヤバいドラマ、狂気人間。
狂気人間は1968年から1969年にかけて放送されていた特撮テレビドラマ怪奇大作戦の第24話で、ストーリーは重度の精神病を患っているある女性が殺人を犯し、溢れ出た血で自身の手を真っ赤に濡らすという凄惨な場面から始まります。これはおそらく血をケチャップに見立ててピザのコスプレしたかったと考察することができます。それからこの女性は逮捕されたものの、当時適用されていた精神障害者は罰しないといった意味合いの法律によって不起訴処分を受け、そのわずか2ヶ月後には精神が安定したという理由でこれまで入院していた精神病院を退院するのですが、それを皮切りに多数の精神異常者による犯罪と不起訴処分が相次ぐという異常事態が起きてしまいます。これには毎日逮捕生活を相変わらずやっている僕も驚いて後ろにぶっ飛んでしまい、東京ゴルフクラブのコースにカップインしてしまったとか。そのため主人公サイドの架空の組織 SRI がこうした一連の不審な事件の原因を解明するために捜査を行うのですが、あらすじからわかるように、この物語では精神障害者を社会に害をなす危険な怪物として描写しています。さらにこのストーリーではキピガイをはじめとした差別用語が何度も使用されている上に、ストーリーに登場した SRI の所長を務めるマトヤ・タダシは、日本のように精神異常者が野放しになっている国はないんだ、政府ももっと考えてくれないとね、と平然と口にしています。またこの言葉を聞いた僕は、政府に対する発言は自由だが、もしその発言がユリコに向けたユリコディスなら許さんぞ、と静かに警告しながら、朝ごはんはいつもより1枚多く食パンを食べて戦いに備えているとか。こうしたことから狂気人間は精神障害者に対する差別を助長しかねないという理由でお蔵入りになり、怪奇大作戦のストーリーをまとめたレーザーディスク怪奇大作戦パーフェクトコレクションも狂気人間を収録しているということで販売中止になりました。ちなみに後に製造された怪奇大作戦の DVD はこの回を収録せずに販売されたそうです。なおあくまで一作品として楽しみにしていた全国の小道寺は、パーフェクトコレクションなのに全部揃ってねえじゃんと心に秘めたリトル心が覚醒したとか。事務所の圧力と映すことができない過激さ、悪魔のキッス。悪魔のキスは1993年に放送されていたドラマで、ストーリーは絵本作家を目指しながら駅前の売店で仕事をしている斉藤美沙夫と、中学を卒業して東京の出版社で働き始めた朝倉幸子、そして東京の大学に進学した柘植真理子の3人の女性を中心に展開されていきます。なお予定では4人目の魚キリコも登場予定でしたが、登場シーンが日々キスの天ぷらを眺めながらキスの妄想をしながら行くのみだったので、センシティブ上の理由によりカットされています。そして本編ではそんな3人がそれぞれ怪しい宗教や性的欲求、多額の借金などで人生をめちゃくちゃにされる様子が過激に描かれていくのですが、そのインパクトゆえか話を追うごとに視聴率は伸びていき、このドラマの最終話である12話の視聴率は 16.9% を達成しました。ちなみに僕もヤルミナ教テクノブレイクエロサイト架空請求祭りによって宗教性的欲求借金の三冠王を達成してるので、実質視聴率 16.9% と言えるでしょう。しかし現在このドラマは再放送はおろか DVD に収録することさえできないと言われています。というのもこのドラマの第3話にはマリコが自身の借金を返済するために性的なサービスをする店で働き始め、そこで男性客の相手をするシーンがあるのですが、その時の彼女は上半身に巻いていたタオルを外して裸体を晒し、男性客と激しく盛り合っているのです。そしてこのシーンをきっかけにマリコの役を演じた当時は無名の女優だった常盤貴子さんの元に多くのドラマ出演の依頼が舞い込んできたそうなのですが、後に常盤さんが所属している事務所は常盤さんの世間のイメージを守るために悪魔のキスの放送にストップをかけたそうです。またこうした圧力に加えてこのドラマで見られる危険なお薬を使用するシーンや暴力によって血を吹き上げるシーンなどが現代のドラマに対する厳しい規制に引っかかっているため放送することができないのだそうです。またこの規制に対し当時人気に陰りが見え始めていたドクターマリオは、薬が良くないものとして注目を集めるのは好ましくないと言いつつ、自分の腕にお薬決めてたとか。抗議が殺到した過激な学園ドラマハイスクール落書き。
ハイスクール落書きは1989年に放送されたドラマで、ストーリーは夏休みが多い上に若い男の子に囲まれながら楽しく仕事ができるという理由で教師になった女性、諏訪泉が京浜実業高校科学科という学校に英語教師として赴任する場面から始まります。しかし、その学校には不良ばかりが集まっており、不良たちは泉をからかったり問題行動を起こし続けていたため、泉は自身が思い描いていた教師の理想と現実のギャップに打ちのめされます。ですが、そんな中泉はキリン連の同期オンドゥルゴ教師桐山を見て、絶対にああいう風にはならないようにしようと思い、なんとかなってたとか。その後は泉が不良たちと共に成長する描写や、互いに信頼を寄せ合うようになる描写が見られるようになり、そんな様子は多くの視聴者を魅了し、このドラマの最終話は 19.9% もの高い視聴率を獲得しました。ところが、このドラマを見た一部の工業高校関係者から、工業高校に対するイメージを損なうという抗議が殺到したため、現在もこのドラマはテレビで再放送することができないのだそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てもう見れないと思うと寂しいなぁと、テレビ局の偉い人にハニトラ仕掛けて何とかしようと画策してる画策ジジイは、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にも色々やってるんで、概要欄のチェックもよろしくです。はい。